はい、お疲れ様です。はい、お母さん、めっちゃねえよ、おめえ。なんでかやったはい刑事としてマジクズとか本当にこいつクズ社長だなとか本当に刑事マジ最高とか金とか書いてあるね。振り株これ思ったより重たかった。また好感度下がるじゃん。もういいよ、もうキャラだから、キャラだから刑事としたら一番下だ。クズ社長ってコメント来てるけど、まあまあ半分ぐらい下がるじゃん。熱中症気味っすからね、熱中症って言われたら、ちゃんとこんなことやらせてもらったもう、ほんと何やっても怒られるんだ、俺倒れたら結局やって、お前俺ボロカスやるって、俺絶対怒られんだよ。よくやったーって、あれも走らされて俺だけ変だな、500メートルで走らされて何であれはほんで炎上してるんだって社長にあんなことやっていいかどう思う。たまにはたまにざけんじゃねえ。今日はちょっと真面目な動画ですね。はい、で、ちょっとカッパ実証実験っていうかさ、まあ、今1400円ぐらい、これカーマプロとかいいんだけど、はい、普通のカーマでも売ってるわ、言って2000円ブランドで、これが1400円で、こっちが4000円ぐらいだったもん。これよく使うの、お前らが今こっちよく使うんですね、これ。で、うちの人間焼けも使ってる。これで、ね、まあ、ちょっとおすすめですよっていうで、はい、で、これカーマで見つけた東レ開発のエントラントレインウェア超軽量7000円か8000円ぐらい。で一番高い。何をこれ喋るってムカつくな。どういうことですか。わあ俺は投げ行くんだけど、テストするならいいんだよ。変わったね、選手に変わったね。カメラマンとかもこんなもんだ。カメラマンとかもう小物だろ。店長もこれだろ。手帳やね、手帳やね。そんなレベルくらいやばいね。YouTuber に叩かれる。相手されてないか。レベルが違う。剣に読むのか。やばい。お前じゃ一番いいやつな。あ、じゃあやっぱ先輩のこっちにずっと、それ任せろ。まだでも、いやでも僕的にですよ、これ多分ストレッチ効いてるもんで、多分こっちの効かせて来たし。これね、ストレッチが効いてる。ストレッチ効いてるんです。ということはもう、あ、トビに、あ、よく動くやつになる。でかいじゃないですか、M サイズなので、これ効かせて来たし。あ、じゃあ、その方がいいかもしれない。これでもいいよな。そうですね。で、これ終わったらやるじゃん。じゃあ、とりあえず来ますか。あ、とりあえず行ってみようか。はい。あ、柔らかっ。やっぱ高いのは違いますか。これ違うそうだな。柔らかい。あ、これいつもストレッチのやつもんね。これ、だって7800円。めっちゃ高いですね。あ、違う。あんま分かんない。これ呼吸する、あのゴアテックスとかああいうやつじゃないの。通りって現場じゃないですか。いや、水は通さんけど空気は通すみたいなやつでしょ。蒸れないみたいな。そう、蒸れないみたいな。え、やっぱストレッチ効いてるんですか、これ。か、何のために買ってるかわからんぐらい。これ冬やの、冬みたいな感じですよ。これやっぱいいね。これゴルフでも全然切れる。でもこれが一個いいのは、多分みんな風俗違うもん。ゴルフって言ったらさ、欲しいけど。KB めちゃめちゃ良さそうだ。KB やん。KB やん。KB やん。色がやばくない。イオンとか色やばいやつだろ、イオンとか。ちょっと嬉しそうみたいな気持ち悪いやつ。イオンとかこれだあいつやつが一番かっこよく見えるけどな。確かにかっこいい。しっかりして見えますね。黄色だし。まあ、太りすぎね。やばい。これちげえよ、ちげえよ。M お前ちげえね。やばい、山口にあげよう。胸がやばい。お前気持ち悪いって。何ちょっとお前可愛い要素で攻めてこんとしとんの。こいつ、ちょちょちょ、顔見て、顔が見てこの、なんかじゃん、よれよれやな。なんか全然ちゃうな。何ここ、感じだ、なんかそこあいつ何やってんの。お前意味ねえだろ。もうそこまで行ったら意味ない。やっぱそれあれだな、現場用じゃないもんだよ。じゃあ濡れるよ。確かに、めっちゃ首から入るの赤ずきんじゃんみたいな。お前ポイントは下痢くらんてよ、お前キモいわ、お前。じゃあ行きます。ちょっとじゃあ実験その1、前から、まあ体ね、
いや、後ろからでもいいんじゃない最初。濡れるか。濡れたら、あ、ね、濡れたらちょっと行ってない。最初後ろからじゃなくていい。感じたまま。あ、じゃあ後ろから行く。首上げてよ。まず背中から行こう。最初背中から行こう。行きます。はい。三、二、一、放水。結構かけてくれよ、お前。うわ、嘘、もう濡れとる。濡れ。結構思いっきり。あ、全然違うな。濡れた、濡れた。水かけてるわ。濡れた、濡れた、濡れた。え、浸水してるんですか。そうでしょ。はい、マジですか。ここは足足が濡れてるよ、お前。ちょっと足移しちゃって、足裸足だもんな。これは濡れるに決まってるじゃないですか。やっぱ新品だもんな。めっちゃ恥ずくない。熱い。やっぱ将来に風通す。へぇ、すごい。お前はどう。僕は全然涼しいです。でやっぱ高いやつすごいやっぱ本当に風通す。首は涼しいです。首が涼しい。そういうことですか。はい、じゃあこっち向いてください。よし、お願いします。前から前から、うん、いいですか。まあ、顔は気をつけて。上から。あ、じゃあ上から。あ、雨みたいに。あ、雨みたいな。おお、めちゃくちゃシュールだな。めちゃくちゃシュールすぎるよ、これ。え、これ濡れ。全然濡れ。全然濡れですね。どうしよう。気持ちいい。ストレス。それ出てて。やばくない。大丈夫。どう、濡れた。濡れた。濡れるか。濡れる。はい、濡れた。え、濡れとるっす。はい。ねえ、お前、向こう向いてないじゃん。ねえ、こっち向け、こっち向け。じゃあ、じゃあ、3人並んで。こっち、まあ、向こう向いたら負けよね。どういう順位で。師匠が変わってきた。将来は寺根性あるじゃん。もういいや、俺の効果度なんか。面白かったらいいや、視聴者喜んでくれるもん、俺の。絶対もう向こう見たら負けね。いい、はい、いくよ。おいおい、何やろ、お前。ちょっとお前が熱いんだけど。ちょっと面白くないって。お前面白くないって。全然勝ち負けようか。めちゃくちゃ面白くない。面白いな。ね、てかもう中まで入ってきとるもん。入ってきとるもん。ここからが入ってきとる。だからいいじゃん、入ってきとる。なんかよくない。お前は中濡れとる人。はい、めちゃめちゃです。お前は。実験実証じゃん。めちゃめちゃ。いや、腕から入ってきた、腕から。どう、濡れた。濡れた。濡れたよ、お前。濡れた。だから濡れてないでしょ。濡れてる。パンツ、パンツ。あ、全然大丈夫。ほんなら、ちょっと、パンツは濡れるから、実験で。いくよ。いい？まっすぐ立て、まっすぐ立て、シーシャで。いくよ。絶対濡れる。実験面白い。いくよ。いい？我慢しろよ。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 いや、濡れた濡れた。やばいやばい。どんだけ。どうやめた。はい、それでは以上になります。ねえ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 、もう全部首から入ってきてる水ってことですか。全部首からこいつに出てないでしょ。ちょうど濡れた。本当だ。さあ、お前全然濡れてねえ。こいつ一番濡れたの。あ、こいつのやつ一番いいな。確かに この辺真ん中しか濡れてなくないですか。なんで。あ、でも帽子かぶっとったもんで、ね、逆に水が止まっちゃうかもしれない。あんまり関係ねえやろ。あんまり関係ない。だって一番これ安いのに一番いいんすかね。お前なんか当たってねえや。シールドスケール。好感度なんか下がってもいいよ、俺は。よし、みんな、いや、もうやら、もうやら、マジやら、もうマジやら。よし、じゃあ、締めようか。はい、まあ、よくわかるけど、まあ、とにかくカッパは何買っても同じでしたってことか。はい。そうですね。そう、でも、まあ、あとは耐久力の問題だな。そうですね。もったいないんだよな。それが一番、あるっすか。それが一番あるっすか。はい、じゃあ、チャンネル登録といいね、お願いします。はい、よろしくお願いします。ナイス、ナイス、ナイス。ちょっと待って、カメラ、カメラ、カメラ。ジャイアン、ジャイアンだよ。カメラ、カメラ、怖い。まだ俺のコーナー下がるな。よし、あの片付けもいいよ。OK。 OK。 降りて帰るわ。お疲れっす。
給料カットするぞ。はい。そういや悪いやつはなるほど俺が社長なんだ。チャンネル登録お願いします。